熊のマークあったんだ。現地まであと15キロかかる。かわいい熊じゃん。うん、ベアロード。ベアロードってよく売り込むよね。ないですか。あ、もうちょっと先だ。熊、熊嵐跡って場所。そこの橋ですね。多分そこの橋なんか書いてないですな、どっかに。書いてある書いてある。行って打ち止め橋か。おお。打ち止め橋。ちょっと降りて撮ろうよ。打ち止め橋の依頼、ほら。ほら、薄暗くなってきた。いや、もう見えた。200メートルって違うじゃん。はい。三毛別ヒグマ事件跡地。大正時代よ。大正4年12月9、10の両日、冬眠を逃した一頭のヒグマが空腹から凶暴性を発揮し、10人の婦女子を殺傷した事件がありました。この図はヒグマ街史上最大の悲劇の起きた三重渓宅、10日夜を襲ったヒグマの足取りを示したものでありまして、ヒグマは前日9日襲った大竹の通夜に再び現れた後、その足で三重渓宅っていうのかな、襲ったのです。ここには付近の女子供たち10人が避難をしていたのです。激しい物音と地響き、窓の当たりを凄まじい勢いで打ち破り、いろりを飛び越え巨大なヒグマが崩れ込んできたのです。大鍋はひっくり返り、焚き火は蹴散らされ、ランプは消えて、逃げ惑う女子たちに巨ヒグマは襲いかかったのです。臨月の婦人は腹破らんでくれ、喉食って殺してと絶叫し続け、ついに意識を失ったのです。この大ヒグマも事件発生後6日目陣地に何とかしきれず、会えない最後を遂げたのです。巨ヒグマは金毛を交えた黒褐色のオス、身の丈 2.7 メートル、体重340キロ、7、8歳。熊の穴っていうのがあるよ。本物の引っかき傷？いや、本物、物本かどうか、あの橋渡った向こうの引っかき傷、熊の足跡もあるんですよ。どこに？あの川の向こう。それ熊の穴？はい。いや、その穴が本当の足跡なんですけど。これが熊の穴。これきっかけ傷。お。足跡はどれですか。本当だ。本物かなこれ。
かき傷。足跡は？足跡残ってないやろ。いや、足跡って書いてあったじゃないですか。どっか残してないんですか。で、ヒグマ事件現地って書いてあるよ。すげえ。中すごい暗いですね。こういういろりを、いろりを蹴散らしたって言ったよ、鍋を。こんなとこに住んどったよね。ここで襲われた最初の2人。うおー、でかすぎる。これ実物これでかすぎない？だからここからちょっと見てください。ほら、腕しかないから。そんな、こんなでかいのでやられたら。でも高さ 2.7 メートルって書いてあったからこんなもんじゃない？うん、恐ろしい。さあ、もう行きますぞ。なんか赤いマークがつけてある、大正時代に開拓してたんやね。恐ろしい。ここが現場ってこと？本当の最初の現場ですね。2人死んだとこ、はい、明けなんて家庭はここだから下。え、熊に殺されて通夜をやってるところにまた来た。そうですよ。恐ろしいね。だから看護犬の遺体を取り返そうってたんです。ああ、自分の餌と思って、はい、恐ろしい。取り返しに来て看護犬がひっくり返ってみんながなんかわーわー叫んでるのでちょっと焦って逃げてったみたいな。